人工地盤の様子です。だいぶ廃金されてきていました。東京もようやく木々が色づき始めていました。解体中のサンロイヤルビルがわずかに見えます。東京医科歯科大学前のイチョウも色づき始めていました。旧聖橋口駅舎工事の様子。お茶の水橋の工事の様子。お茶の水橋口の様子。ニューデイズさんがあった場所にまで仮囲いができていました。四ツ谷駅の中央線快速線ホーム延伸工事の様子です。お茶の水駅寄りの場所になります。クローラークレーンがメンテナンスされていました。紅葉と東京医科歯科大学の新築構造物の様子。209系上り電車登場。見張り員の方が指示して作業は一時停止。ご乗車ありがとうございます。お待たせいたします。
人工地盤の様子。解禁されている鉄筋の規格は JIS で定まっていて、構造計算で決定された間隔で配置されています。トラベラークレーンのジブアームが今までない方向を向いていました。朝見た時になんとなくいつもと違う香りがしたので、終電前に様子を見に行ってみました。の部分で作業が何やら実施されていました。こちらのトラベラークレーンですが、動力は電気となっています。終電迫る中、作業の様子が気になったのですが、今夜は大規模な作業は実施されないと判断して帰宅することにしました。翌朝の様子です。フックのみ撤去されていました。ジブの上には作業用の命綱も取り付けられていました。場内には撤去されたフックが残置されていました。フックが撤去されたことやその他の状況などにより、今後はトラベラークレーンの解体が開始されることになることを確信しました。エスカレーターから取ったフックです。
前日に比べるとワイヤーの数が少なくなっていました。作業用の命綱も地部全体にわたって伸びていました。旧聖橋口駅舎工事と人工地盤の様子、今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。2023年も工事の様子を記録していきますので、よろしくお願いいたします。